はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダードライブ DXF フィギュアです。はい、これはゲームセンター専用のプライズ商品で、今回は1100円を使って自力でゲットしました。11回で取れたので割といい方だと思います。はい、外箱はこんな感じになってて、おそらく現時点で発売されているドライブフィギュアの中でも相当クオリティは高い方だと思います。ではレビューしていきます。 DXF シリーズをレビューするのは何気に初です。では開けてよ。はい、そして引っ張ります。お、そうすると中には段ボールが入ってて、さらにテープを切ります。ではオープンよ。おー、パッと見のサイズはライダーヒーローシリーズと同じぐらいに見えるんですけど、これビニールの上からでも明らかにクオリティがすごい。あ、これはすごそう。中にはドライブ本体と、あ、まずはハンドル剣、ハンドル剣が付属してて、おお、すごっ、ハンドル剣すごっ。あ、めちゃくちゃ細かいじゃないですかこれ。はい、こうなっててすごいですよ。デラックス版を小さくしたというか、頭身が長い分めっちゃかっこいいです。ハンドルの色分けもすごくって、造形細か。それとディスプレイ用の台座があって、ドライブ本体、はい、出すとよ、おお、プロポーション綺麗で、顔を見ると、あー、色が多い。圧倒的にこれまでのライダーヒーローシリーズやタイヤ交換シリーズより配色が細かいですよ。わ、これはすごい。後ろもゴージャス。はい、中身はこの3つで、仮面ライダードライブ本体とハンドル剣、それと専用台座です。まずハンドル剣は先ほど見た通りフルカラーで再現されてて、タイヤ交換シリーズのハンドル剣と比べると色もすごい多いですね。そして専用台座はブラックの無地で、上側が艶消しでサイドが光沢。そしてドライブ本体はこのようになってます。後ろ側の色分けも完璧で、これ文句なしで現時点の最高傑作ですね。メット周りも非常に色が多いですし、タイヤ部分にはちゃんとタイプスピードの文字が前後さらに上下プリントされてます。ベルト周りもこの完璧なドライブドライバー、そしてホルダーにメタリックカラーのシフト感もハマってますね。で、アンダースーツのシワも綺麗で、下半身はこのような感じで、足の裏側もちゃんと造形入ってますよ。で、シフトブレスも腕ベルト部分のツートンも再現されてて、横側のウインカーとか後ろのメカメカしい造形も本当に全てがすごいですね。触った感じはソフビほど柔らかくはないんですが、タイヤ交換シリーズほど硬い感じでもないですね。台座がなくてもこれ単体でしっかりと自立するんですけど、台座を使って差し込んで右腕にハンドル剣を持たせれば、はい、完成しました。いや、これはめちゃくちゃかっこいいです。すごい。全身無可動でポーズの変更はできないんですが、変える必要がありませんね。もう完璧にポージングが決まってます。この後ろ姿も本当にかっこいいですし、見る角度によって結構イメージが違いますね。へえ。はい、近づいてみるとこんな感じ。同じドライブのライダーヒーローシリーズとタイヤ交換シリーズを並べるとこうなります。ライダーヒーローシリーズに比べるとプロポーションも全然違いますし、アーマーパーツ自体もすごいとんがってますね。全長サイズはライダーヒーローシリーズより若干小さくって、タイヤ交換シリーズより少し大きいです。なので15センチぐらいですね。そしてタイヤ交換シリーズと比べると、 DXF は無可動ですから、もちろんこっちの方がプロポーションはいいんですけど、アーマーパーツのソリッドカラーはタイヤ交換シリーズの方がテレビ本編に近いですね。そして後ろの比較はこんな感じになります。定番装備のライダーヒーローシリーズはもうちょっと頑張ってほしいですね。本当にこれでちょっと動くとさらに面白いんですけど、やっぱり完全に無可動で、タイヤ自体もガッチリロックされてます。ちなみにこのフルカラーのハンドル剣をタイヤ交換シリーズに持たせれば、はい、こうなりました。お、これはちょっぴりハンドル部分が大きい気もしますけど、
全然ありですね。かっこいいですよ。タイプワイルド付属のハンドル券を持たせるとこうなります。うん、こっちがいい。はい、ということで仮面ライダードライブ DXF フィギュアを紹介しました。ゲームセンターのクレーンゲーム商品ですから定価がどれくらい相当か分かりませんけど、僕が今回使った1100円の価値は十分ありましたね。以上、プライド商品仮面ライダードライブ DXF フィギュアの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。